タカラトミータカラ株式会社タカラはかつて存在した日本の玩具メーカーである。2006年3月1日に同業のトミーと合併しタカラトミーとなった。1953年創業以来伝統的な玩具やボードゲームを主力商品とした。かつてはダッコちゃん、リカちゃんが主力商品であり、女児玩具の宝と言われ女児玩具部門では長らくトップの地位にあり続ける。 一方、チョロ Q やビーダマンなど、男子玩具でも大ヒット商品を生み出した。1999年に発売したベイブレードが一躍ヒット商品となり、男ガ玩具部門でバンダイを抜いてトップに立ったが、海外展開の失敗により、経営不振に陥り、2000年にゲームメーカー、コナミの第三者割り当て増資を受けて、コナミグループ参加となる。2002年には、 当時の社長である佐藤啓太の決断により、行動を走行できるチョロ級を模した電気自動車9カーを発表、自動車業界に殴り込んだ。当初は物珍しさから注目を集めたが、玩具メーカーが自動車産業のノウハウを持ち合わせているはずもなく、月間販売台数は一台もザラで、あっさり撤退した。その後も業績は好転せず、2005年にコナビグループを離脱。 インデックスグループ参加となり、コンピュータゲーム事業を子会社のアトラスに譲渡するなどの組織改革を実施した。2006年3月に同業のトミーと合併し、新社名は宝トミーとなった。存続企業はトミーであり、新会社の社長にはトミー社長、富山美希太郎が就任したから会長、佐藤圭太が副社長となった。また、日本国外では、 トミーの知名度が高いことから、英文社名は、トミーカンパニー、リミテッドとなった。キャラクター商品については、テレビ放送先行型の同業他社と異なり、まずは、玩具販売から先行し、売り上げが好調だとテレビ化に乗り出すという堅実な手法を取ることが多かった。ありがとうございます。